皆さんこんばんは、うちのアタクチャンネルです。今回は四川ローカル線制覇の旅第7弾ということで、 JR 西日本の阪和線の東羽衣支線をご紹介いたします。東羽衣支線が出ている東羽衣駅へは南海の羽衣駅から乗り換えられますので、その様子も合わせてお伝えいたします。まずは改札を出て右側にあります専用の通路をひたすら道なりに進んでいきます。だいたい2分ほど歩くとこんな感じで JR の東羽衣駅の駅舎が出てきます。入り口はもうちょっと先に進んだところにあります。というわけで東羽衣駅の入り口に到着いたしました。こちらから中へ入っていきます。まずは東羽衣支線の概要について説明いたします。大阪府高石市の東羽衣駅から大阪府堺市の大鳥駅を結ぶ全部で2駅の路線となっております。 JR 西日本の天王寺駅から和歌山駅までを結ぶ阪和線の支線の扱いで、他に羽衣線と呼ばれていたりしますが、直通運転はしておりません。そして本数はこんな感じで、基本的に平日・土休日ともに1時間に4本となっております。ちょっとだけ右側に阪和線の時刻表が映っておりますが、もう明らかに本数の違いが分かりますよね。で、東羽衣駅のホームはこんな感じで、線路1本に対してホームが2つとなっております。向こう側のホームは使われているのかどうかは分かりませんが、使われているとしても平日のラッシュ時のみとなっているのかなと思います。車内はこんな感じで、転換クロスシートと呼ばれる有料の特急列車みたいな感じの座席になっております。そして行き先表示はフルカラー LED となっております。そして天井のところにモニターがそれぞれ2画面ありまして、左側では次の駅などを表示しており、右側では広告などを表示しております。
soon be arriving at Ōtori. This is the final stop. Please exit on the left. The doors will not open automatically. Please press the button next to the doors to open them. Passengers transferring to the Hanwha Line, please change trains at Ōtori. Thank you for using JR West.ボタンを押さないとドアが開かないと案内がありましたが、この時は自動でドアが開きました。おそらく換気のためと思われます。 2,3 分ほどで終点の大鳥駅に到着いたしました。ホーム一つに対して線路が1本の構造となっております。そしてこんな感じで線路がもう1本引けそうなスペースもあります。というわけでここまで東羽衣支線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。この路線の役割としては南海と阪和線の架け橋としての役割が大きいのかなと思います。南海と阪和線は関西空港の一つ隣の臨空タウン駅から一つ隣の日根野駅まで行って、そこで乗り換えたり、もしくは和歌山か天王寺といった路線上の端っこの駅でしか乗り換えられないので、本数は少ないがかなり重要な役割をしているのかなと思います。また都会を走っているにもかかわらず、線路1本の単線でローカル線気分も味わえますので、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。